プレゼンツ結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。私が今いるエルブライトハウスは文化放送から徒歩1分の場所にあります結婚式場です。この式場でゲストの方にはウェディングドレスやタキシードなどを着て登場していただくのがお決まりとなっております。今回はゲストに佐々木ひとみさんをお迎えします。この後登場されますのでお楽しみに。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。結婚式は愛の中で。改めまして野中愛です。それではご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、佐々木ひとみです。よろしくお願いします。レトロな、ヴィンテージ風のドレスというんですかね。すごく王族みたいに仕上がったなと思っております、ね、もう後ろにお城が見える。あー、本当ですか。キラキラ王族感がすごい感じで、なんかすごいね、キラキラがいっぱい。ビーズとかなんだろうね、ビジュ魂みたいな、魂本当だ。魂が具現化してここにおります。本当だ。裾にもそしていっぱいキラキラですよね。かわいい。かわいい。その上に かぶせてあるっていうの、これというか。かぶせていただきました。ねえ、なんか珍しいデザインだよね。そうですよね。もうドキドキしてます。ドキドキ。でも挨拶も練習してたけどバッチリだったよ。名前ちゃんと言えましたね。よかったよかった。それではどうぞこちらにおかけください。よろしくお願いします、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですよね、はいはい、あの普段ファンの方からなんて呼ばれていますか。あ、一番多いのは、ささみん。ささみんか。佐々木ひとみのってやったささみ、じゃあささみって呼ばせていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ私もあの、はい、野中さんだとなんか距離を感じてしまうので、はい、愛さんとかでもいいですか。愛さん、はい、よろしくお願いします。 ありがとうございます。ささみん。ドキドキしちゃいますね。ドキドキする、はい、そっか、はい、まあ、緊張するよね、こんな感じだしね、結婚式場だし、はい、そうだよね。結婚式場とかって来たことってある？ないです。初めてか、はい、そりゃ緊張するよね、はい、なんか大人もいっぱいいるしね。そう、思ったより多かったです。思ったより多かった。そうか、みんな愛してくれてるんだね。ささみんを見たかったんだよ、はい、きっと。こんな感じです。そんな感じでこんな感じです。こんな感じです。かわいい。大丈夫かな。なんかいろいろ聞いちゃうけど、嫌だったらなんか嫌ですって言って、ね、傷つけたくない。これは嫌です愛さんって言わないと思います。頑張って頑張って喋ります。 ありがとう。じゃあ今日はよろしくお願いします。ささみん。さて今回あの結婚がテーマの番組に来ていただいたんですが、はい、あのオファーを聞いた時どう思われましたか。あの本当に行ったことないので喋、ね、うん、ることあるかなって思いました。そうか、はい、でもなんかドレスは着てみたいなとか、はい、あ、ちょっと前に友達
が結婚式を挙げて、うん、親族だけでっていう形だったので、うん、行ってはいないんですけど、うん、その時になんかドレスとかティアラとかが売ってるお店にちょっと1店舗付き合ってもらっていいみたいに言われて行ったことがあって、うん、その時にあなんか素敵だなとは思ってちょっと興味が出ました。まさか今日自分が着るなんて、はい、なんかこういうドレス着たいなとか希望ってあったんですか？首が長めなんですよ私、だから隠したくて。そうなの？だからちょっとハイネックがいいですって。逆に長いからこう似合うんじゃない？こうシュッとして。そうなんですかね。でもすごいね、確かにこうハイネックなドレスって、はい、あいなかすごい長くやってますけどなかなか見たことなかったです、はい、本当ですか、うん、でもこんなすごいキラキラなイメージがなかったとか、割とシンプルな写真とかばっか見てたので、うん、あ面白いドレスで素敵だなって思いましたね。魂ついてるしね。魂ついてるからなんで魂って思ったの？確かにゲームとかアニメとかでホニョホニョみたいな感じで飛び立っていきそうな魂がここに感じするよね、はい、変身もしそうだもんね。ここで、あ確かにね、そっかそっか、はい、なんかこう着てみてどうです？実際重みを感じます。おー、はい、結構しっかりしてて、うん、ふさふさで。ふさふさする。確かにふさふさ軽そうに見えるけどやっぱりいっぱいついてるもんね、はい、飾りが細かいもんね、はい、そしても多分ビーズとかも重みがあるのかと、うん、豪華な作りだ、はい、すごいとってもお似合いです。ありがとうございます。はい、じゃあ今回ですねささみにアンケートを答えていただいてるので、はい、それをもとにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは理想の結婚式。はぁ、うん、はい、どういうのがいいですか？なんか今回あの広告が結婚まみれになるほど事前に調べてくれたそうですがって書いてそうなんです。わかんないから、うん、見てくれたんだ。調べるしかないと思って、うん、結婚式ドレスとか式場みたいなのでいっぱい調べました、うん、ありがとうねなんか白い清潔感ある感じの写真がいっぱい出てきて、うん、あこんな感じなんだってなったんですけど、うん、なんとなくのイメージで、うん、あの参列してくださる方が座るベンチみたいのあるじゃないですか、うん、あれが木がいいんですよ。お勝手なイメージ。岸みたいな、はい、だからその白ってよりかはちょっと、うん、木造だったんですけど、木っぽい木のぬくもりが感じられるみたいな、はい、そんな感じのチャペルっていうんですか、うん、が私のイメージには近いかなみたいな。木の感じ、廃墟っぽいみたいまではいかない？そうですね、調べた時に出てきた洋館、うん、とかだとなんか事件起こりそうな匂いがしてちょっと怖いのでもうちょっと軽やかな、うん、温かみのある方が木の木目感感じられるチャペルで、はい、ぬくもりたいです。ぬくもりたいぬくもってぜひいただいて、うん、そしてゲストの方はどのくらいお招きしますか？ちょっとで。ちょっとで少人数で、はい、アットホームな感じ。そうですね、うん、まあ、うん、行ったことがないので、うん、つまりあんまり友達がいないっていうことなんですよごめん、察したくないごめんつまりごめん言わないでくださいなのでまあ家族とお仕事でお世話になってる方とか、うん、まあ友達だって思う人を勇気を出して誘いたいと思います。いや、ささみのためならみんなスケジュール開けてくるよ、お料理。ああ、嬉しい。そっかそっか、はい、そしてまあ披露宴始まったらお料理とか、はい、まあ、ウェディングケーキとかね、はい、ありますけど、好きな食べ物ってささみんは何？好きな食べ物、うん、とか梅水晶が好きなんですけど梅水晶好きなんださっぱりしてるし今の時期いいよね。そうですね、うん、でもなかなか結婚式に出すイメージはないかもしれない
和食が好きです。和食が好きなんだ、はい、あ、じゃあ和食だったら、はい、ね、和食の懐石じゃないけど、うん、コースみたいな感じでね、はい、出せたらいいよね。いいですね。ね、洋風なイメージがあります。洋風、なんかおしゃれコースが勝手なイメージ。フォークとナイフの、あ、はい、でも和食も懐石みたいな感じで大丈夫ですよね。いきます、はい、ね、あ、なんかこれ入れたいなとかあったりする？何ですかね。なんか薬膳料理とかも好きなの？薬膳料理好きです。薬膳料理でも結婚式にどうやって出すんだろう。そもそも薬膳料理って、はい、サムゲタンとか、はい、火鍋とか、はい、そういうのなんでしょ？そういう感じです。夏目とかを食べてるんですけど。食べてるんだ。はい、なんかあんまりこうイメージ湧かない方が多い。そうだね、サムゲタンぐらいしかパッとので、うん、薬膳料理を出して、あ、薬膳料理ってこんなに美味しいんだみたいな、うん、思ってもらえたら、世にもっと薬膳料理が増えて、うん、美味しく食べられるお店が増えるといっぱいできたらいいなって思うので、うん、薬膳料理でもいいと思います。お、薬膳料理を結婚式にって方って今までいらっしゃったりしました？いらっしゃらないですかね。先駆け、先駆けだ。でもどうしたらいいのか難しいですね。難しいですね。そういうのって薬膳料理を取り入れたいんですってお話しして、なんかうまいこと話し合って落とし込んでいくっていう感じですか、シェフの方と。スープとか出せそうですよね。ああ、確かに。スイーツとかも、台湾スイーツとか、そういう薬膳っぽいイメージがあります。食べても食べて健康になれるみたいなこと。はい、はい、この間なんかツバメの巣が入った台湾スイーツ、薬膳スイーツ。どんな味がするの？ほんのり甘いドゥルドゥルなゼリーでした。美味しかった。美味しかったです。難しいのかな。ササミンが一押しな、はい、その薬膳料理って何？でも火鍋で好きなんだ、うん、あの辛いっていうすごい赤いやつじゃなくって、うん、優しい薬膳の火鍋が一番好きです。透き通ってるスープの方、透き通ってなんかこう 2種あるじゃないですか、うんうん、赤いのは赤いのであるんですけど、うん、その薬膳の具材が、うん、身とかが、うん、龍眼の身とかが入った。 あれドキドキするよね。すくいながら、これは食べていいやつかな、あ、分かります。スープの素なのかなみたいな。でもなんだかんだ全部食べちゃいます。食べちゃうんだ、はい、食べられるものは。へえ。いや、でもその薬膳のおかげで、はい、今のこの美しさとね、保たれているとしたら、ちょっと今日の夜食べようっていう人も多いかもしれないよね。メイクさんに綺麗にしていただきました。じゃあ性格がいいわ。ということで一旦 CM に行きたいと思います。思い出という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい。まあ、お料理のお話ししたんですけれども、はい、ウェディングケーキ、はい、甘いものはささみお好きですか？大好きです。お、なんかこういうケーキがいいなとかあります？調べて、うん、いいなって思ったのが、うん、エディブルフラワー、食べられるお花、はい、お花、うん、がいっぱい飾ってあるやつがすごく綺麗で、うん、結構お花食べるの好きなので。お花食べるの好きなんだ。はい、だから乗ってたら嬉しいなっていうのと、うん、あのシンプルにドーナツが好きなんですよ。ほうほうほう。だから、ドーナツはケーキにできないのかなと思って、結婚式ケーキ
ドーナツで調べたら、うん、出てきた。あって、なんか流行ってるらしいんですけど、ケーキの一番上に、うん、新郎新婦さんですか、うん、みたいなドーナツデコレーションされたドーナツに顔ついてて帽子とかかぶっててみたいなのがこうジョンって乗ってるみたいなのがあって、あ、ケーキにドーナツ乗せるのはルールとしてありなんだと思って安心しました。あ、写真を、あ、画像が、あ、かわいい、あ、それです。なんかトイストーリーみたいなドーナツさんみたいなキャラクターになってこう乗ってるんだね、ちょこんと。へえ、かわいい。どっちも楽しめていいよね、ケーキとね、ドーナツとね、はい、でお花もああいう感じでこうシンプルな感じにしたい、それともなんかふわっ南国ですみたいな、ああ南国感じにのっけちゃう。いい、シンプルめに、シンプルめに、はい、うん、食べてみたいお花とかあるの？食べてみたいお花はないです、うん、何でも お好みのお花とかないです。ないんだ、はい、いろんなお花で、うんうんうん、大丈夫です。ドーナツ山盛りみたいな、あ、ドーナツタワーみたいなのもあるんだね、はい、わ、なんか夢だねこれは。なんか子供が夢に見そうな、アメリカンな感じ、平積みしてあるみたいなね、はい、かわいい、かわいいね。なんかちょっとジェンガみたいにさ横から撮りたくなっちゃうね全部崩れちゃう楽しそう、かわいい、おもちゃみたいな、うん、本当だね、全部食べられると嬉しいよね、はい、これね、うん、そこそこ、カラフルにしたりシンプルな形とかいろんなね応用聞きそうだよね、はい、ドーナツだとね、うん、そして、はい、披露宴といえば司会とかね余興とかねありますけれども、はい、なんか司会をお願いしたい方とかいらっしゃいますか？はるかめいくちゃんにお お願いします。そうか、メイクちゃん1年半くらい前にゲストにこちらにも来ていただいて、はい、そうか、メイクちゃん仲いいの？なんかすごく、うん、そうですね、好きなものがめちゃくちゃ似てて、うん、それこそ今回番組出させてもらえるってなった時に、うん、ウェディングドレスどうしようと思ってちょっと相談したんですよ、うん、そっかそっか、ね、なんかあのハイネックがいいと思ってるんだけどどうかなって言ったら、うん、え、私もハイネックにしたかったんだよねみたいな、あ、そうなの、言ってて、でもこう実際着てみて、あのない方がいいかなと思って彼女はハイネックじゃなくしたって言ってたんですけど、うん、あんたは着なってかっこいい、ね、男言ってくれて、だからあ、じゃあ私が代わりに着ますって言って、うん、で髪もなんか下ろしなさいって言われて、だからちょっと下ろし目に言われる側にしてる。そうなんだ、ナイスアドバイスだね。今だって似合ってるもんね、実際。ありがとうございます。そのあと、うん、ステンドグラスとか式場にあるじゃないですか、うん、あれもいいなって思って、そういう感じで行こうかなと思って話したら、うん、いや私ステンドグラスの話したよってしたどういうのがいいのみたいな、はい、うん、だからもう真似しちゃう感じになっちゃう本当に似てて出かけたりしても可愛い、うん、あ、可愛いみたいな感じで、すごいいろんなものが似てるので、うん、多分結婚式もいい感じにしてくれると思います、春川さんならね、え、はい、ぜひその時はスケジュールを開けていただいて、はい、ね、司会盛り上げてほしいねはい、そっかそっか。あと、え、友人代表スピーチもお願いするなら。友人代表スピーチっていうのは、うん、どんなやつですか？どんなやつスピーチ、どんなやつですか？よくあるのはやっぱり同級生とか幼馴染が、はい、彼は若い頃こんな子でとか、あ、私のこと語る、うん、こんなこと一緒にやってきましたとか、そんな感じなんですよね。他己紹介、思い出をと自己、あの新郎新婦の紹介を、紹介を、へえ、あ、はるかさんがいいと思いますスピーチもしていただいて、はい、何でもできると思います。ささみんはねこういう子で、はい、長い、結構付き合いは長いの？いや、そんなに1年ちょいとかですかね。でも結構深い
なんか会って割とすぐ、うん、同級生っていうか同じクラスメートだったんじゃないみたいなぐらいのなんか距離感にすぐなれたので、似てるのかな、じゃあね、うん、そっか、はい、さらに余興、余興、余興もう全然妄想でいいんですけど、あ、はい、好きなアーティストさんとか芸人さんとかいらっしゃいますか？すごい夢を語ってもらっていいですってアンケートに書いてあったので、妄想でも何でも、ヤスさんっていう、アシッドブラックチェリーってバンドのボーカルの方なんですけど、はい、にそのイエスっていう曲を歌ってほしくて、ヤス、うん、さんずっと活動休止されてて、うん、なかなか歌を聴けないんですよね、うん、だからいつかまた聴きたいって思ってて、うん、で母親とそのアシッドブラックチェリーのライブに一緒に行ったこともあって、うん、母も好きなんですよ、ヤスさんの歌が、うん、はい、でイエスの MV とかもリビングで何度も見て、親と、うん、あ、いいねみたいな言ってる、ちょっと思い出もあるので、うんうん、夢を語れるなら生歌が余興をお願いしちゃいます、イエスってどういう感じの曲なの？あ、なんだ、結構でも結婚式とかに合いそうな、うん、ちょっと落ち着いてるけど壮大な感じもあるみたいな曲調で、素敵な歌です。そうなの、聞いてみよう、はい、そっか、逆にあれだよね、結婚式にね、ささみは参加したことないかけど、はい、なんかもし友達、今後さ友達の結婚式とかさ増えてさ、はい、余興しなきゃってなったら、はい、どんなことをなんかしてみたい、してみたい、してみたいあまり嫌だ人前あー、どんなことするんですかね私参加したことないんですけど、うん、1個参加したのが、うん、スタンドバイミードラえもん2の、うん、のび太さんと、うん、静香ちゃんの結婚式のガヤをやって、うんうん、なんか一般人出席できないやつそうですよそれだけ唯一どんな感じでしたことがあって、ガヤだからみんなでさ、せーのってこのカットからじゃあ、はい、どんな感じで、あ、でも、うん、ネタバレですか？ずっと前なら大丈夫。のび太さんが来ないんですよね、うん、結婚式に。来ないの？だからなんか、うん、え、そわそわみたいな感じとかをやってて、うん、で場をつなぐためにジャイアンが歌を歌ってました。それは余興。余興。今日だの、今つなぎ、今つなぎで、みんな耳がああみたいなガヤを入れるみたいな、はい、すごい歌とかのイメージがやっぱあって、うん、結婚式、うん、どんなことができるですかね。どんなことが、今流行りの余興ってどんなものですか？新郎新婦さんが何かするとか。あんまり人に頼んでっていうのは減りましたかね。あ、なるほど。そっか、負担になるから楽しんで欲しいっていう方が多いのかな。どんなことをするんですか？なんかゲームしたりとか。あ、謎解きとかね。したりとか、謎解き、あとは映像を使った何かですね。あ、はい、だって何かやれそうなものある？ささみんがクイズとか得意？え、答えるのですか？質作る、あ、作る側ってことか。ゲストに答えてもらうってことですよね。作る、難しそうだね、はい、クイズ作るのね。でも勉強して作ります、うん、クイズ作る、高校生クイズとか見ますちゃんと作るってなったらまた広告がクイズとかになっちゃうね今度はね、はいそっかそっか、まあ、そんな楽しい余興もあって、はい、あ、この後ちょっとお手紙のシーンとか理想のプロポーズの話をしたかったのですが、お時間が来てしまったというところで、はい、でも来週の放送にもささみんはお付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では最後にお知らせをお願いします。はい、佐々木ひとみ X をやっておりますので、ぜひ
フォローをお願いします。はい、ありがとうございます。なんかアポロ食べてたね。あ、食べました。大人のアポロでした。大人のアポロ味が違うの？はい、お砂糖控えめ、いちごマシみたいな感じで。そうなんだ。美味しかったです。よかった、はい、そんな日常もね、はい、フォローしたら見れるんだね。はい、はい、皆さんチェックされてください。それでは来週もよろしくお願いします。お願いします。今回のゲスト佐々木ひとみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分、気心の知れた仲間と過ごす特別な時間。大切なゲストにサプライズで二人らしさを。エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。プレゼンツ、結婚式は愛の中で。お開きの時間が近づいてまいりました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは aynaka@joqr.net、 愛なかをローマ字にしてください。番組公式 X とインスタグラムもぜひチェックしてください。アカウントはどちらもウェディング_愛なかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは6月22日土曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページまたはお電話でご予約ください。電話番号は0357333390です。最後にゲストのお知らせです。6月29日と7月6日の放送はしずきあずささんをお迎えします。どんな姿で登場されるのかお楽しみに。ということで第272回目の放送でしたが、ささみんが本当もなんか中世ヨーロッパのお姫様のようで、とっても可愛らしく美しかったですよね。この後たくさんお写真上がりますので、皆さんたくさん保存されてください。そして来週もよろしくお願いいたします。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で。バイバイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。